後ろにゴムを通すだけの簡単三角巾の作り方です。ストッパー用のマスクゴムを使うととても簡単です。こちらもマスクゴムを使っています。普通のゴムや少し強めのゴムでも大丈夫です。こちらはセリアのランチクロスを使いました。 50×50cm くらいのカットクロスでも大丈夫です。材料はこちらです。48×48cm ぐらいの布が1枚とゴムが 20cm。 こちらのようなストッパー付きのマスクゴム、こういうのを使うときは1つ用意します。マスク作りの残りなのですが、とても便利だったのでおすすめです。布を三角に折ります。さらに半分折ります。ここからサイズごとに切っていきます。今回は S サイズを作ります。だいたい幼稚園から低学年ぐらいです。この角から32センチのところに印をつけます。横に23センチ、この印から上に2センチ線を引きます。この2センチの上とさっきつけた32センチの線を結んで線を引きます。ここを切り取ります。開いてこの角の直線を1センチ内側に折り込んでアイロンを当てます。反対側も当てます。中表に合わせます。両端にこの折り目がくるようにして カーブの真ん中あたりに6センチくらいの返し口の印をつけます。返し口を開けて2辺を1センチの縫い代で縫います。角を5ミリぐらいカットしておきます。返し口から表に返します。返し口のところから先の尖ったもので角を出します。縫い代を手で開いてアイロンをかけます。返し口のところも横に引くようにして閉じてアイロンを当てます。ストッパー付きのマスクゴムを使うときはここに1.5 センチぐらい差し込んで返し縫いで縫い留めて端ミシンをかけます。今回は折り上げて後からゴムを通す方法を紹介します。まず2辺に端ミシンをかけます。この穴の開いてるとこは置いておきます。布端を角から2センチくらい斜めに折り上げます。ここを端ミシンで縫います。ちょうどここの1センチの縫い代がこの角と当たるぐらいのところを縫います。こんな感じで縫いました。反対側も同じように縫っています。ストッパー付きを使うときは挟んでから下から返し縫いで縫って2辺縫って戻ってきてまたここを返し縫いして出来上がりです。ゴムを通します。今回はマスクゴムが余っていたのでマスクゴムを使います。色もいろいろあって可愛いのでおすすめです。軽くゴムを
止めてから一度頭につけて試してみます。長さが決まったら端を1センチぐらい残して切り取ります。内側に入れて出来上がりです。この結び目が外に出るのが嫌な時は内側に入れて真ん中くらいにしておいて、ここを軽く縫い留めておきます。交換するときはほどかないといけませんが、留めておくと外から見えなくなります。 Thank you.